こんばんは。前にオールナイト日本で深夜放送で初めて聴いた曲の話なんかをしたんですが、オールナイト日本に関してはいろいろ初めて体験があるんですね。で、あれは確かユーミンの荒井由実、その頃はあの日に帰りたいよね。最初に聞いたのがオールナイトニッポンで聞いた覚えがありますね。ある晩ね、誰がディスクジョッキーだったかな、高慎太郎さんかな、漫画家の、よく覚えてないんですけれども、あの日に帰りたいを、突然ラジオで聞いたんですね。で、1975年ぐらいですかね。で、まあ、あの僕の世代は歌謡曲や演歌はねもうあるんですけれども、ポップスというともう外国曲、洋楽ばっかりなんですね。まあですから、ああいうジャパニーズポップスみたいなものを聞いたのは初めて。フォークはねだんだん出てきてましたけれども、あの日に帰りたいみたいな曲は初めて聞いて衝撃を受けましたね、やっぱりね。で、まあ、後に自分と同い年のね、私も同い年なんですけど、ユーミンと同い年の人が作ったっていうのでまたびっくりですね。で、非常にそれまで聞いたことのない音楽だったんですけれども、まあ後に聞いたところね、元ザ・タイガースの加橋克実さんかなが、あの時はもう解散してね、ソロシンガーとして活動していたんですが、加橋さんがやっぱり多分その時同じ時にね番組を聞いていて、で、まあ、あのすごい曲だってびっくりして、すぐ放送局に電話をして、今かかった曲は誰のなんていう曲だってね、聞いたっていうようなことを読みましたけどね。まあそれぐらいユーミンの登場は衝撃的だったんですね。あと、そうですね、初めてといえば、初めて聞いた、まあ出会った、人の声というものもあって、あれは調べたらね、1975年に、漫画家の高慎太郎さんが、どれぐらいかな、3ヶ月ぐらいだけか、ちょっとディスクジョッキーをね DJ をしていたことがあるんですね。諸口明さんや、小林麻美さん、あ、同世代ですねやっぱりね、に、囲まれる形で高慎太郎さんがやってたのかな。まあ、高さんは、ガロとかね、ああいう、まあ漫画をとことん追求しようというね、漫画の可能性を追求しようっていうような人たちに支持されていた、作家ですね。サボテン男っていう漫画がありますね。あれなんか賞を取ったんじゃないかな。で、その高慎太郎さんは、確かあの番組の中に赤塚不二夫さんの作品に登場する武井記者武井さんはね、赤塚さんの担当で、もうギャグ漫画の中に武井記者として登場しちゃったりしてね、なんか脱いだ臭い靴下を、机の上に置いて妨害するとか仕事まあ多分あれ全部本当なんだろうな。で、まあ武井さんは後にあの赤塚不二夫のことを書いたのだっていう本をね、引退されてから書いてますけれども、それなんかにも、まあ、仰天のエピソードがいろいろね、まあ、載っているんですが、で、その武井記者が高慎太郎さんとね話し相手になって一緒に出てたりしました。そしたらある日、高慎太郎さんが、知り合いに面白い人がいるので、ちょっと今呼びますからねって言って電話かけたんですね。だ、電話に出てきたのがタモリだったんですね。で、タモリさんはあの赤塚さんのとこにね、福岡から出てきて、居候して、で、それで赤塚不二夫と一緒に、まあとにかく新宿なんかで遊びまくって、まあ、その中でだんだんね、あの人に知られていって、この人すごいなってことになったんでしょうね。で、その時はね、あの4カ国語麻雀と北京放送の真似と、あと外国人から日本人の会話を聞くとどう聞こえるかっていうネタをねやってたと思います。で、びっくりしましたね、やっぱりね、言語言葉というものとその
音というものがね切り離されるとどうなるかっていう風なテーマなんですよね、彼のもともとの芸はね。で、まあ、あの言語言葉というのいうシステムがあって、それは意味を伝えるためにあるんだけど、でもね意味を伝えるための音声っていうのが全く切り離されて、その言葉じゃなくなった時に、我々はどういう風にそれを聞くか、まあ外国語を聞くっていうのは、そういう側面がありますね。分かんない人にとっては、意味のない音の羅列なんですが、しかし例えば日本語というようなよく知っているというか自分がね使っている言葉を、こういうの異化、異なる化けるって書いてね、異化って言いますね、こう異化してみてそれを芸にするっていうのは恐るべき才能ですよね。本当にあのびっくりしたことがありますね。まあ赤塚不二夫さんのね葬儀で、タモリが弔辞をね、読んだのはテレビでもね、まあ、報道されましたけれども、まあそういう意味で赤塚さんとそのタモリの、関係っていうのはすごくそういうお互いに刺激を与え合う関係だったんだろうなって思いますね。当時70年代ですかね。でこれは例えばアートなんかでもそうで、例えば花を描くときにね、花を目の前にある花をそのまま描いたら誰でも花だと思うんですけど、しかし例えばそれを円筒形と球と円錐だけで描いたらね、やっぱり、知らない人はそれを初めて見たときに花とは思わないですよね。それはね。でしかしあの作家がこれは花なんだって題名をね、花瓶の花っていうふうにつけたら、我々は何とかして、それを花瓶の花と関連付けようとするんじゃないかと思うんです。でその言語を理解する、特に異なる言語を理解するっていうのはなんかそういうことにちょっと似てる気がします。で、まあ、言語の方はですねだんだん分かっていって、そして外国語も使えるように理解できるようになっていくと思うんですけれども、絵の方はどうかな。例えばそうやって、まあ、さっき言ったのはセザンヌなんかのねものの見方なんですけれども、だんだんそれに、私たちが理解を深めていって、抽象画であるとかねそういうものにまで美を感じることができるようになるかなっていうことです。まあそれは誰にも可能だと思うんですけれども、そこには外国語を初めて聞いた時の驚きのようなそういう感動があるからまた面白いんだと思うんですね。